ウィリアム・ペン・アデア・ロジャースは、チェロキー族の血を受けたアメリカ合衆国のカウボーイ、コメディアン、ユーモア作家、社会評論家、ボードビル芸人及び俳優である。子供は、アメリカ合衆国会議員で、第二次世界大戦の子三兵、ウィル・ロジャース・ジュニアである。オクラホマ州自慢の息子として知られるロジャースは、インディアン準州の著名な家庭の子として生まれた。 世界中を3度も旅し、71本の映画を作った。全国史に4000本以上のコラムを書き、世界的に有名な存在になった。1930年代半ばまでにロジャースは米国で高い人気を持ち、当時のハリウッドではギャラが最高級の映画スターとなった。1935年、ロジャースは飛行士のウィリー・ポストとアラスカ十二州バロー、近くで、 小型飛行機で飛行中に墜落事故死した。バーディグリス側のホワイトハウス、オクラホマ州ウーロガー近くのロジャースの聖火ロジャースは、インディアン準州のドッグアイアン牧場、現在のオクラホマ州ウーロガー近くで生まれた。聖火は1875年に建てられたものであり、バーディグリス側のホワイトハウスと呼ばれた。父のクレメント・バン・ロジャースと母のメアリー・アメリカ。 シュリムシャーはどちらもチェロキー族の血を引いており、ウィル・ロジャース自身は32分の9がチェロキー族の血だった。ロジャースは先祖がメイフラワー号で来たわけではないが、その船にはあったと冗談を言っていた。父のクレメント・ロジャースはインディアン巡州で著名な存在だった。チェーロキー族の上院議員かつ判事であり、 南軍の古参兵となり、オクラホマ憲法制定会議では大議員を務めた。オクラホマ州、ロジャース軍は、クレメント・ロジャースの栄誉を称えて名付けられた。母のメアリー・ロジャースは4分の1が、シェロキー族の地であり、また、ペイント一族の血筋だった。母は、ウィル・ロジャースが11歳の時に死に、父は、母の死後から2年経たないうちに再婚した。 ロジャースは8人兄弟の末っ子だった。その名は、チェロキー族指導者、ウィリアム・ペン・アデア大佐にちなんで名付けられた。兄弟のうち3人の姉妹、サリー・クレメンタイン、モード・エッセル及び名だけが成人した。この子供たちは、ミズーリ州ニーヨ・ショーにある、ウィロー・ハッセル学校に通い、後にブーンビルのケンパー主管学校に入った。ロジャースは10年生でその学業を終えた。 ロジャースは、10年生の時に4年生の教科書を勉強したと言っているように、学校の成績は良くなかったことを認めていた。カウボーイや馬の方に興味があり、ロープの使い方を学び、投げ縄を使った。ロジャースは、その簡単な正規教育を終えた後で、長年ドッグアイアン牧場で働いた。1901年の暮れ近く、ロジャースと友人の一人が、 アルゼンチンのガウチョとして働こうと思いつき絵を出た。二人は1902年5月にアルゼンチンに到着し、アルゼンチンパンパで牧場主になろうとして5ヶ月を過ごした。ふんなことにロジャースと友人は持ち金をすべてなくし、ロジャースの言葉によれば国に送還されるのを恥じたので、 友人と別れたロジャースは南アフリカに渡った。そこで、イギリス軍の馬を飼いならす仕事を手に入れたが、ボア戦争は3ヶ月前に終わっていたと言われることがある。実際には、ムウイガワステーションにあるピッチョンの牧場で仕事に就いていた。戦争が終わると、イギリス軍はもはや軍馬の飼育員を必要としなくなり、ロジャースは、テキサスジャックの大西部サーカスで、 ロープの使い手として小ビジネスの経歴を始めた。彼はそのキャンプを訪れた小さな体制部集団を持っており途方もない事業をやっていた。私はロープ使いや馬乗りをやり私が知っていた中でも最も賢いショーマンだったジャックは私に大きな興味を持った。私のポニーと共に出た最初のステージにアイディアをくれたのも彼だった。 私は彼から小ビジネスについて多くを学んだ。彼は普通のものではとてもできないようなロープを使った、芸ができ、監修に対したものだと思わせたので、私は何時間も彼のやることを研究したものであり、小ビジネスの大きな秘密、すなわち何時降りるかということを学んだ。監修が、 もっとと望む時に止めるタイミングを知っていたのが彼だった。ロジャースはジャックのガイドに感謝しながらも移動したいという願望があり、サーカスを辞めてオーストラリアに行った。テキサスジャックはそこにいるワース・ブラザーズ・サーカスに推薦状を書いてくれ。ロジャースは馬乗りやロープ使いの芸を続け、またポニーの芸もさせた。ロジャースは1904年にアメリカ合衆国に戻り、 アメリカの巡回ボードビルでロープの技を試し始めた。1900年より前に撮影されたロジャースの写真ロジャースはニューヨーク市に旅しマディソンスクエアガーデンに行くと野生の牛が競技場から飛び出し観客席に登り始めた。ロジャースはすぐにロープで牛を捕まえ群衆を喜ばせた。新聞の第一面に称賛の声が乗ったのでロジャースにとっては 大きな宣伝になり、監修はもう一度見たいと願った。ウィリアム・ハマーシュタインが、ロジャースのボードビル芸を見に来て、すぐに文字通り屋根の上にあった、ビクトリアルーフにそのポニーと共に出ることにサインした。その後の10年間、ロジャースが数えてみると、年に50週間、そのルーフや、市内に無数あるボードビル劇場で働いた。1908年、ロジャースは、 ベティ・ブレイクと結婚し、この夫妻には、ウィル・ロジャース・ジュニア、メアリー・アメリア、ジェームズ・ブレイク及びフレッド・ストーンの4人の子供たちが生まれた。ビルは第二次世界大戦の英雄となり、父の映画にも2回出演し、アメリカ合衆国会議員になった。メアリーはブロードウェイの女優となり、ジムは新聞記者と牧場主になった。フレッドは2歳の時に、 ジフテリアで死んだ。この家族はニューヨークに住んだが、夏の間はオクラホマで過ごすようにした。1911年、ロジャースはオクラホマ州クレアモア近くに20エーカーの牧場を1エーカー、あたり500ドルで購入し、そこを終わりの住処にするつもりでいた。1915年秋、ロジャースはフロレンツジーイクフェルトのミッドナイトフロリックに出演を始めた。 このバラエティショーは、ジークフェルトのニューアムステルダム劇場というナイトクラブの最上階で真夜中に始まり、多くの影響力がある固定客を引きつけた。この頃までにロジャースはその芸を科学的に洗練させていた。その日のニュースに関する一人芝居は、舞を似たような流れに従った。カウボーイの服装でステージに現れ、物上げに投げ縄を回しながら、さて、 何について話しましょうか話して面白いことは持っていないんですよ。私が知っているのは新聞で読んだことだと話し始めた。続いてその日の新聞で読んだことについてジョークを飛ばした。私が知っているのは新聞で読んだことだというセリフはしばしばロジャースの最も有名なオチとして記述されることがあるが事実は導入部でのセリフだった。 ニューアムステルダムでの出演は1916年まで続き、明らかに人気が出たので、より有名なジークフェルト・フォリーズに出演するようになった。ジークフェルトは、見事な衣装に身を包んだ美しい女性たちの次の、出し物のためにステージを作り直す間、観客を楽しませる、単なる、つなぎとして、コメディアンを見ていた。ロジャースは、 ロープ使いのゲート日々のニュースに関する的確な風刺で、自分のステージを維持しただけでなく、スターの地位にまで登った。ニューヨークタイムズの論説は、フォリーズに出ているウィル・ロジャースは、アリストパネスの伝統を持ち込んで、しかも、昔ではないものにしたと論じた。ロジャースは、サミュエル・ゴールドウィンの会社である、ゴールドウィン・ピクチャーズのために、サイレント映画にも手を広げた。 1918年にニュージャージー州フォートリーで撮影した最初のサイレント映画笑うビルハイドを制作した。初期の映画の多くはニューヨークの大きな市場近くで制作されたのでフォリーズで試し演じながら映画を作ることができた。1916年から1925年はフォリーズの大半に出演することになった。 1921年の漫画、サイレント映画のスターたちが描かれている。ロジャースは、左上のカウボーイハットをかぶった、人物1919年、カリフォルニア州で交流してきた、映画作りにゴールドウィン・ピクチャーズも合流したとき、ロジャースとまだ若いその家族も、高級的に西海岸に移転した。これと同じ頃、 ゴールドウィン・ピクチャーズと契約のあった1921年までに12本の映画を制作し、拷問映画会社のためにも、イリテレート・ダイジェストという漫画映画シリーズを作成した。ロジャースが映画の演技を楽しむ間、サイレント映画に出演することは明らかに沈黙という制限があり、ステージの上でのコメンテーターとして名声を得てきた、彼にとって最強の手段ではなかった。 このことはその映画に現れるかなり多くの吹き出しを書くことにもいくらか貢献した。1923年、ハルローチのために1年間の仕事を始め、12本の映画を制作した。1927年には他にも2本の主演サイレントと旅行機シリーズを作成した後は、1929年にトーキー映画への出演が始まるまでスクリーンには戻らなかった。 1929年から1935年、ロジャースは、フォックス映画のスターになった。B 級映画レベルの出演者を通り越し、リューエアーズ、ビリー・バーク、リチャード・クロムウェル、ジェーン・ダーウェル、アンディ・デヴァイン、ステパン・フェッチと、ジャネット・ゲーナー、ロシェル、ハドソン、ボリス・カーロフ、マーナ・ロイ、ジョエル・マクリー、ハティ・マク・ダニエル、レイ・ミランド、モーリン・オサリバン、ザス、ピッツ、 ディック・パウエル、ビル・ボージャングル、ロビンソン、ミッキー・ルーニー、およびペギー・ウッドのような著名俳優とともに21本の映画に出演した。ジョン・フォードの映画では3本に出演して指導を受けた。ロジャースの声が観客に親しみを持たれるようになるにつれて通常の名キャップもなく基本的に自分自身で演じることができ映画ごとに 当時の政治に関する親しみあるコメントでは、アドリブや演技も可能になった。その映画に清潔で、道徳的な調子があったことで、様々な公立学校が授業のある日に教科に取り入れ、特別映写会に出席させるようになった。ロジャースの最も普通ではない役割は、マーク・トウェインの小説、アーサー・オー・キューテイのコネチカット・ヤンキーの初の、トーキー映画だった可能性がある。映画、 あなたが感じように若い、プリーストハンジ及びリチャード・クロムウェルやロシェル・ハドソンと共演した人生は40歳からで、ロジャースの人気は新しい高みに上った。ロジャースは1922年暮れに、投げ縄を滑らせてと題する毎週のコラムを書き始めた。すでに気の利いた言葉について本を出版しており、ユーモアのある本の流れが着実に始まっていた。 1922年から1935年にかけて、幕能とシンジケートのために一連のコラムを書き続けること、さらには自ら出演したり、ラジオ放送を通じることで、アメリカ大衆の愛情をあふれる賞賛を得、当時の問題や著名な人々、特に政治家をウィットに富んだ方法でからかっていた。党派に偏らない立場から文章を書いたので、 大統領の友人や偉人に信頼される人になった。冷静な思考と温かい人柄で愛され、アートマス、ウォードやマーク・トウェインの後継者と考えられることも多かった。ロジャースは観客の前で政治をユーモアで表現したことでは最初のエンタテナーではなかった。ブロードウェイのコメディアン、レーモンド・ヒッチコックやイギリスのハリー・ラウダー教の方が数年先行していた。 伝説的なボブホープは、ロジャースの例に習った最大の政治ユモリストである。1925年から1928年、ロジャースは、アメリカ合衆国を、長くまた幅広く、公園旅行に出た。この期間、初期の航空郵便を運ぶパイロットと共に、海岸から海岸まで飛んだ初めての市民となった。 ナショナル記者クラブは、ロジャースのことを、アメリカ合衆国の全州大使と呼んだ。アメリカ合衆国からのゲストとして、チャールズ・リンドバーグと共にメキシコシティを訪問した。この時の中メキシコ大使、ドワイト・モローの娘案が後にリンドバーグと結婚した。その後、ロジャースは、多くの晩餐後スピーチを行い、人気のある集会演説者となり、洪水。 干ばつあるいは自身の犠牲者に数多い事前を行った。1932年、ロジャースはアメリカ合衆国大統領選挙に出馬した。1930年から1935年、ガルフ石油のためにラジオ放送を行った。毎週日曜夕方のこのショー、ガルフヘッドライナーズは全国でもトップクラスのラジオ番組にランクされた。 ロジャースはそのスタジオの観客に反応して一つの話題から次の話題へと簡単に移り渡るので初期の放送では制限時間の30分を超えてしまうことが多く中間部分が省略されたこれを正すために手巻き目覚まし時計を持ち込み放送中の警告音でそのコメントをまとめ始めるようになった1935年までにロジャースのショーは ウィル・ロジャースと、その有名な目覚まし時計という題で放送されるようになった。1931年に東洋に、翌年には、中央アメリカと南アメリカに旅した。1934年、ロジャースは、世界一周旅行を行い友人オニールの劇作、おう、荒野。で主役を演じるために戻ってきた。ロジャースは一時的にフォックスから MGM に、 紀元月遺跡史、1935年のこの戯曲の映画版に出演した。しかし、ロジャースの配役とその息子との間の人生の真実に関する会話について、ファンの反応を心配してその役を辞退させることになり、スケジュールを解約してその夏、ウィリー・ポストと飛行機で飛ぶことになった。1934年、ロジャースは、 ロサンジェルスのアンバサダーホテルのフィエスタルームで開催された第6回アカデミー賞受賞式を司会した。同じ頃、ウィル・ロジャースが言っていると呼ぶ人気があり、全国紙に出る短編を書き始めてもいた。毎日のニュースに関して構成する文字通り連邦が契約新聞の第一面を飾ることも多かった。ロジャースは、私は、 どの党派にも属さないが、民主主義者だと言って、民主党員であることを確認し、フランクリン・ルズベルトを怖高に支持するものだった。ある時には、民主党が、ロジャースの大きな人気からの恩恵を期待して、オクラホマ州知事選に出ないかという打診もあった。ウィル・ロジャースの最も有名なセリフの一つは、私は嫌いな人とまだ会ったことがないであり、 これはもっと長い発言の一部であり、もともとレフトロツキーに言及した時のことだった。私が彼と会って、おしゃべりができたなら、彼の中に興味あるところと人間のいたわり合う気持ちを、乱すことだろうと受け合う。というのも私は嫌いな人とまだ会ったことがないからだ。あなた方が人と会う時、どんなに先入観を持っていたとしても、彼らに会ってその観点や、人間性を見た後では、 彼らすべての中に多くの良いことを満たすことができる。サタデイブニングポスト、ノーベンバー6、1926、1935年、ウィリー・ポストは、アメリカ合衆国西海岸からロシアに郵便と、乗客を運ぶク路の調査に興味を持つようになった。ポストは、資金が足りなかったので2機の飛行機から回収した、部品を使って1機の飛行機を組み立てた。機体は、 対空性のあるロッキードオリオンのものから翼は壊れていた実験用のロッキードエクスプローラーから持ってきた。エクスプローラーの翼はオリオンが持っていた翼より6フィート長かったが合成飛行機の航続距離を伸ばす利点があった。エクスプローラーの翼には引き込み可能な着陸装置がなかったのでアラスカやシベリアの湖に着水するためのフロートを 備えるには適していた。ポストの友人であるロジャースは、ポストが飛行機を改造している間に、カリフォルニア州バーバンクの飛行場をしばしば訪れ、新聞のコラムのための新しい材料を探すために、アラスカを飛んでみたいと、ポストに頼んだ。ポストが注文したフロートが、期限通りシアトルに届かなかった時、ポストはもっと大きな飛行機のために設計された。 フロートを取り付け、ただでさえ機種が重かった、合成飛行機がさらに機種が重くなった。ポストとロジャースは7月に試験飛行を行った後、8月、初旬にレントンのワシントン港を出発した。ポストが飛行機を操縦する間、ロジャースは自分のタイプライターでコラムを書いていた。8月15日、彼らはアラスカのフェアバンクスから、 ポイントバーローに向けて出発した。ポイントバーローまで数マイルになった時に悪天候のために飛んでいる位置がわからなくなり、方向を聞くために関子に着水した。離陸の時に低高度でエンジンが止まり、低速度では機種の重い機体を操縦できなくなって関子に突っ込み、右翼が折れて機体は浅い関子で裏返しになった。二人とも即死だった。彼らが フェアバンクスを出発する前に、サウスコースト、コリントヨットクラブに所属する、ヨットクラブ三角機にサインして郵送していた。この署名入り三角機は、カリフォルニア州マリーナ、デルレーのサウスコースト、コリントヨットクラブに展示されている。オクラホマ州、クレアモアのウィル・ロジャース記念碑にあるウィル・ロジャースの、 墓ワシントン DC アメリカ合衆国議会議事堂の国立彫像ホールコレクションにオクラホマ州が寄贈した彫像の一体はロジャースのものである。その制作費用は州予算に計上され彫刻家ジョー・ダビッドソンが粘土で形作りベルギーのブリュッセルで制銅像に囲まれた。ダビッドソンはロジャースの親友でありダビッドソンが いつも彫刻用の頭を探していたので、ロジャースが、ヘッドハンターというあだ名をつけていた。1939年6月6日、2000人以上の観客の前で除幕され、国立彫像ホールの隣、会議場入り口に面して立っている。議事堂建築館、デイビッドリンは、議事堂でこのように大きな儀式が行われこれほど、多くの人が集まったものはなかったと言った。 オクラホマの指導者たちが議事堂に収める二つの彫像の一つとして、州を代表するようロジャースに求めたとき、ロジャースは会議場に面して彫像が置かれるという条件で合意していた。おそらく議会に常に目をつけていられるようにだと考えられている。議事堂のこの部分にある彫像の中で、ロジャースの彫像のみが議場入り口を向いている。議事堂の案内人によれば、 歴代大統領が一般教書演説を行うために議場に入る前に幸運を願ってロジャースの像の左足を撫でるということである。オクラホマ州では多くの場所や建物がロジャースにちなんで名付けられている。生誕地はオクラホマ州ウーロ川の2マイル東にある。バーディグリス川が溢れてウーロ川湖を作った時にその家自体は 約4分の3マイル移動され、当初の場所を見下ろす、現在の位置に据えられた。家族の墓は、近くのクレアモアにあるウィル・ロジャース記念博物館にあり、そこは1911年に、ロジャースが余生を過ごすために購入した場所である。1944年、ロジャースの遺体は、カリフォルニア州の地下墓所からこの墓に移された。 妻のベティがその年遅くに死んだ時に、ロジャースの隣に埋葬された。国立彫像ホールに立っているダビッドソンの彫像のコピーをダビッドソンが自費で鋳造し、この博物館に収めた。生誕地と博物館はどちらも公開されている。オクラホマシティのウィル・ロジャースワールド空港はロジャースに、ちなんで名付けられている。また、 タルサとミズーリ州ジョプリンの間の週刊高速道路44号線の部分として知られるウィル・ロジャースターンパイクも同様である。オクラホマ州ビニタ近くで週刊高速道路の両レーンにまたがるマクドナルドの西アンカー街にロジャースの彫像が立っている。ウィル・ロジャースワールド空港が最近拡張、改良されターミナル正面に馬にまたがったウィル・ロジャースの彫像が置かれた。 オクラホマ州には、ウィル・ロジャースの名前を冠した学校が13ある。タルサのウィル・ロジャース高校などである。オクラホマ大学は、学生会館の大きな部屋を、ウィル・ロジャースルームと名付けた。アメリカボーイスカウトには、オクラホマ州クリーブランド近くに、ウィル・ロジャース協議会とウィル・ロジャーススカウト保留地がある。 アメリカ国道66号線の西終点にある記念日カリフォルニア州ロサンジェルスのパシフィック・パリセードにはロジャースの家、馬屋およびポロ競技場が集立。ウィル・ロジャース歴史公園として大衆の娯楽のために保存されている。未亡人ベティが1944年に死ぬ時にその資産をカリフォルニア州に移存した。 サンタモニカのウィル・ロジャース小学校はロジャースにちなんで名付けられている。ロングビーチとフェアオークスにはそれぞれウィル・ロジャースの名を冠した中等学校がある。アメリカ海軍の原子力潜水艦ウィル・ロジャースは彼の栄誉を称えて名付けられている。ビバリーヒルズのサンセットドライブビバリーにある小さな公園もウィル・ロジャース公園と名付けられている。また、 マリーブの海浜はウィル・ロジャース・ビーチと名付けられた。アメリカ国道66号線はウィル・ロジャース・ハイウェイと呼ばれている。このユモリストにハイウェイを捧げる名板がサンタモニカの66号線生誕の反対側に置かれている。1936年テキサス州フォートワースにウィル・ロジャース記念センターが建設された。 コロシアムのロビーには、アイバ・ソープスーズに乗った、ロジャースの壁画がかかり、ランドマーク・パイオニア・タワーのロタンダ下には、ロジャースの胸像が置かれている。ソープスーズにまたがった、等身大、ロジャースの彫像は、日没に向かってと題され、エレクトラ・ワゴナー・ビッグスが制作し、芝生の上に置かれている。日没に向かってのコピーが、 テキサス州ラボックのテキサス工科大学の主キャンパス中庭入り口に立っている。この記念碑は1950年2月16日にロジャースの長年の親友だったアモンジー・カーターによって除幕された。カーターはテキサス工科大学がこの彫像に完璧に適した場所であり、テキサス州西部の伝統と景色に映るものと考えた。 この彫像は高さ9フィート11インチ、重さが3200ポンドある。見積もり費用は25000ドルだった。彫像の台座には、お気に入りの馬ソープスーズにまたがり西部の日没に、向かって切り進む愛されたオールドウィル・ロジャースと、彫られている。今日、この彫像について、テキサス工科大学の伝統と伝説がある。一つの伝説では、 ウィル・ロジャースが日没に向かって切り進むように置く計画だったがそうするとソープスーズのお尻が街の中心街に向くためにできなかったこの問題を解決するために馬とウィルは23度東に振られ馬のお尻がライバル校の一つであるテキサス農工大の方向に向くようにされたテキサス工科大学のフットボールのホーム試合すべての前にサドルトランプスが オールドウィルを赤いクレープ紙で包む。国民的不幸を悼む時には、黒のクレープ紙で、ウィル・ロジャースとソープスーズを包んでもいる。この彫像の3番目のコピーは、オクラホマ州、クレアモアのウィル・ロジャース記念碑にある。ロジャースの長男、ビルは1952年の電気映画、ウィル・ロジャースの物語に、父と同様主演した。1991年。 トニー賞ミュージカル作品賞を受賞したミュージカル、ウィル・ロジャース・フォリーズでは、キース・キャラダインを主役に、現代の監修の前に現れ、一人芝居、ウィル・ロジャースの USA では、ジェームズ・ホイット・モアがロジャースを演じている。1948年11月4日、アメリカ合衆国有声賞は、ロジャースの肖像を入れた参戦とギッテの初日カバーで、ロジャースを記念した。 そこには、オクラホマ州、クレアモアのユモリスト、ウィル・ロジャースの栄誉にと記されている。1979年には、生誕100年を記念し、アメリカ合衆国郵便公社が、演芸シリーズの一つとして15セントギッテが、発行した。アラスカ州、バーローの空港は、ロジャースとポストの命を奪った、飛行機事故現場から約16マイルの位置にあり、 ウィリー・ポスト・ノー・ル・ウィル・ロジャース記念空港と呼ばれている。1994年の映画、ミセス・パーカー、ジャズ・エイジの花では、キース・キャラダインが演じた、旅行記シリーズ。ありがとうございます。